変化って全部入れたんだっけ？ね、まだ1個。あ、すまねー。あ、そっか。そっか。オッケー。今キャンペーンやってますから。もう買っただろ、これもう。ここは俺が責任を負うよ。誠に申し訳ない。第47くらいにランクインしました。なんなんその謝罪の流れ。俺のせいだ。よしよしよし。アイテム先向こうから行こう。お前のせいだ。ピータン来たな。まあけどピータンもう板分けでいいか。ほれ。オッケー。ピータン死亡。トイレに行って運慶と一緒に汚い心も流してくるから許して。いいよいいよ、うん、許そう。ちょっと飲みたい。これ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。はい、おにぎりがどこかに落ちたね。これ割っていいよね。よし。そういやえて9月からドグマオンラインサービス開始されるけどやる？またあれかな、ちょっと見てから考えるかな。読んじゃおう。うん、誰か生放送やってたらそれ見てみるよ。エテさんとグマやってた？わら、やってないよ。識別あれなかなかの作品やったで。識別ちょっと杖にもう読んじゃっていいかもな。どれか、一緒に読んだ。あの壺は何だろう。これね、これ識別壺じゃないかっていう噂がさっき。火薬はないんだっけ。もう残り識別ぐらいじゃない？識別か、倉庫？読んでみる？読んでみようか。ゴミだったね。これいらんよね、これ。倉庫はいらないよね。バレバレだぞ、フクロウちゃん。はい、来た。26回。ここで明かり読みます。孔明でしょこれで。もうすぐここはもうアイテムとかマジあれしないですぐ降りるで。倉庫と保存だったら倉庫の方が良さそうだけど、孔明やかんやん。わら、うまいやつはこうやって、うまいやつはこうやってね、
行くからね、うん、よし。孔明、孔明の罠。慎重に行けば大丈夫そうやね。うんうん。あと3。グッド。目薬飲んどくかな。そうだね、うん、目薬飲んどこう。3回。モンスターハウスだよね、あれ。どう見てもどう見てもモンスター。ちょっと待って、白紙ジェノサイドって書いとく。もう全滅しようぜ。うん、骸骨魔王ジェノサイドしてもいいよねえ。ジェノル？ジェノルか。ジェノバのサイド？そう、前回それできなかってさ。違う、ジェノサイド、ジェノサイド。これでいいんだよね。これ間違ってたらさ、これなくなっちゃうんだもんね。ジェノサイド。OK。よし。よし。ただいま、もう27回なのね。OK。うんうんうん。おかえりおかえり。コンビニの洋菓子って専門店ともはや変わらないレベルや。うまい。きたー。これモンスターって書いていい？お？きたー。モンスターって書いていい？なし。ようわからんな。なし。全滅じゃないのか。え、なんかさ、なんかさ、一応実況動画見てさ、その和光さんの緊急時のためにしまっとこう。和光さんのさ、あれ見てさ、最後さ、なんか知らないけど、ありボス戦でさ、最後のボス戦でさ、モンスター使ってさ、全員吹き飛ぶみたいな、そういうの あるじゃん。魔王消すなら聖域でボスとだけ殴り合っても良いぜ。聖域とボス、これを入れる。それ割とズルだよだよね、ズルだよね。それはそれズルだよね。それは、うん、ちょっと考え直そう。はい、なんかそれはなんかズルしてる。いや、ガチっておこうよ。ガチっておこうとりあえずこいつを、こいつを、回復、板分けを振る。初見はガチるべきじゃないの？ガチろ、うん。これもない。ない。良い子ちゃんしてるんじゃないぞまだ魔導杖振らないときついな。もうわら。まあ骸骨魔王消す前提ならラスフロアは行って作ればいけそうな気がする。魔導杖振らないと
暑い。消す前提ならラストフロア行って、一徹食えばいい。ああ、それでもいいね。それで行こうか。一徹もさ、せっかく作ったんだしさ。あるよ。ある。あるよな、まだ。ない気がする。ちょっと待って、ここに来てなんかここに来て敵がほんと積極的な。とりあえず板分けも投げたな。オッケーオッケーオッケー。やばい、なんか慢心してるわ今。もう勝ち誇った感じでいるけど、まだだからね。あ、来た。ここで、ジェノサイドを。くらえ。わらわら。わらわら。さすがだ、わら。びっくりした、わら。天才のそれだ、わらわら。まさかの。パソコンがウイルスにかかったのかと思った。地味にこ BGM 神だな。何を食らわせたんですか？わらわら。どういうことなの？来た。よし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 。死ね。第38くらいにランクインしました。仕切り直しは乱数調整かな。オーケー。これで、ゼノサイドの巻物を投げつけることによって、あの敵をね、除外することができるの。この、冒険から。うん。怖い、俺のパソコンが毒を吐いた。そう、だから今後、骸骨窓は、このエテの今、テーブルマウンテンでは一切出てこない。うん。で、壺増大。ツッピョボスに投げつけよう。よし。そう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 。え、ボスは効かないんじゃないかな。で、ちょっと待って、これ行かなくて、これ行った方がいい？これ。これ行かなくてよくない？これ。これ死ぬよ、これ。多分行ったら。いやけど階段ないよな。ないよ。やばい。無理にいかんでも、ボスはガチるべき。これちょっと通らないと、一徹はちょっと、真空切りあるし、爆睡もあるし、いけるか。階段がハウスにある説か。いけるな、多分。入ってちょっと待って、ここから倒せるやつはもう倒しとこう。入るなよ。え、だって一徹使ってもよいような、心配。ここと通らないとさ、階段なくない？あ、下があるか。あ、そっか、ここはまだ調べてないわ。やないの？いや、あるよ。
こいつ不幸聞く？不幸、不幸聞く？骸骨窓で。ドラゴンだ。骸骨窓でいいか。聞かない。聞かない。骸骨窓でいいや。聞かない。強そう。オッケー、オッケー、吹き飛ばした。やばい、やばい。てかあいつらどこ吹き飛んでんの？左の部屋身代わりを外のやつに振っとけばダメージなさそう。左の部屋身代わりを外のやつに振っとけばいい。ちょっと待って、ちょっと待って、入ったら全員起きるから、矢が当たる敵は矢で起こして数を減らそう。あれまずいんじゃない？やばいよやばいよ。適当なやつに一死の振れば階段わかるんじゃね？こいつ、こいつ、こいつに振るか一回。振ってみよう。右下だね、部屋。じゃあこいつに身代わり振ろう。よし、ついてこい。で、ここで、回復して、向こう行け。ちょっと突入。ちょ、こいつ、なにこいつ、ちょ、向こう行ってくれ。これで、いや、いやで、身代わりはどういう構図か。身代わりはね、あいつにヘイトが行く。モンスターハウス回避できるか。はずなんだけど、すげえ攻撃されてるんだけど。しばらく身代わりに。身代わり切れた？切れたかな？ん？不幸。通らなきゃ進めないか。中のやつに振ればいいんじゃない？こっから。ちょっと待って。中のやつはすぐボコられる。ダメ。中のやつはダメ。回復せずに5。回復せずに5。まだ助走してやってたし。ちょっと待って。やってる、コンパクトにいらっしゃい。これに、これ、ちょ、こっち来んなって。ジェンさんがまた勝ってみたいに言ってたぞ。身代わりに一死の霊投げとけば。一度さっき投げた、うん。これで突入。とりあえずあと一匹城から構えたちで起こせないか。ああ。下がろう。冷静にね。あ、行った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 。身代わりの方行ってる。
言ってるよね。バックバック、さっさと倒さないと身代わりがいってひどい目に遭うよ。あ、死神がレベルアップはまずいね。よし、よし、あ、保存、もうけど保存いっぱいだかも。あいつちょっと邪魔だな。どけどけよ、死ね。場所変え、ああそうかそうだ、場所変えがあった。身代わり倒そうか。そうだ、場所変えがあったんだ、忘れてた。これを読もう、もうどんどん読んでいこうか。骸骨窓、不幸不幸不幸に読む、不幸。怖え。爆睡は入れる。音切り。あー、ちょっと待って、これ変に足踏みして、身代わりにするならドラゴンやね。あれは弱いから大丈夫。飲もう。これ保存。これも保存。通路部屋でハマってるから出てこないよ。オッケー。ドラゴンヘッド攻撃力高いよ。保存。飲む。あ、パワーはどこで読むかな。パワーアップキープね。パワーアップキープ、パワーアップどこで読むの。ドラゴンヘッド攻撃力高い。通路部屋で詰まってるから、爆睡ちょっといっぱいあるから読もうかな。延長が有効になっています。延長したくないときはご注意くださいね。爆睡を使っても良いかな。2人ぐらいだとすぐラスクロアか緊急時いました。はい、いらっしゃい。896番さんいらっしゃい。仲間機はいらん。よし、逃げよう。とっとと逃げよう。順調。うん、今ね、もうアイテムのね引きはもう最強。もうこれでもう勝つるよ。このフロアはもういけるから、パワーアップはもったいない。で、こいつらは一匹起きたな。いやもういいや。ボスで使っても良いしな。あ、
終了まであと5分になりました。延長しました。30分延長しました。延長に成功しました。 F5 キーを押してプレイヤーを更新するように虫に教えてあげてください。ドレムラス君も壁を背中にするといいぞ。場所がありがとうございます。あタタタンタタタンタタタタン。よし、あと2回。あと2、あと2回。さっさと上がっちゃおう。さっさと階段速上がりていこう。来た。ちょっと回復だけ、ちょっと回復だけ。階段の匂いは、あと1、俺嗅覚が左だ。パワーアップ左だ。お腹減ってきた。パワーアップどうしよう。最後さ一徹で行きたくない。せっかくだし最後一徹で行きたい。目薬飲んだ。パワーアップはまだいいよ。まだいい。おじちゃんの肉。おじちゃんの肉はいらない。見切りの盾優秀だね。めっちゃ外れるね。骸骨魔王にやられたらプギャーしてあげる。ちょっとほんとやめて。骸骨魔王とマジで。ちょ待て。骸骨魔王派除外したんじゃないの。そう。血の入れ場所確認。そうだ。ラスフラーの押す前に敵いるから忘れないでね。ちょっと待って。これは危ねえ。一死の。ちょっと背中。ラストフロアボス前に敵いるかは、うん、そうあのフロアに敵がいるんだよな。手に汗握りますな、うん、移動した先が階段だよ。あ、そっか、飛ばした先が階段だ。おにぎり。どこ飛んだ。下。敵全部倒せばボス登場。おった。来た。よし、ここに来ていいもの取ったな。もう勝ち、あきら勝ち確。うん、あとはだから白紙を何にするかっていうとこだよね。で、君その格好やめよ。お母さんが泣いてるぞ。知ってる。これはもう読まなくていい。で、最後行く前に、ちゃんとアイテムの整理して、
ここら辺でとりあえず白紙に、なんて書く？あとはどうなるかな。ちょっと白紙なんて書くよ。ちょっと白紙2枚あるんだけどさ、なんて書く？聖域。ちょっとさ、白紙全部パワーアップにしてだけ。暗記しようよ。暗記。白紙なんて書くって。麻雀。聖域か。岩音。聖域か。聖域、飛び道具は食らうから気をつけてね。聖域か、ハウスか。一応ハウスか。あと何があるだろう。あとそんなないか。けど言うほどないか。白紙に書くものって他何の巻物がある？なんか全滅。三倍海王拳。白い悪魔。楽しんで。三倍。バトルドーム。海王。拳。全滅は倉庫なしでクリアしないとダメだよ。聖壁。ガンダ。53万。バトルドーム。赤い彗星。赤い彗星。モンスター派。好きな AV 女優を書こう。関係ないのがちらほら混じるけど楽しみだな、この案件。麻雀。アンケート、ワクシなんて書く。1. 聖域。 2. ワウス。 3. 全滅。 4. 三杯海王拳。 5. 6. バトルドーム。なんだ三杯海王拳。 8. モンスターは。 9. 麻雀。わらわら。なんだ。上一列しかまともなのねえぞ、わら。一枚無駄にする気満々だな、わら。いや、もうアンケートには従わなきゃいけないからね。うん。白紙全部とパワーアップで3回パワーアップしての捨て頃、わら。決まったらそれ決定ね、わら。表示します。アンケート結果、ワクシなんて書く。1正規 7.65。 2ワウス 0.00。 3ガンダム多すぎだろ。ガンダムなんで。ガンダムの脇物。3カスツ 7.65。 5 30.89。 6バトルドーム 23.14。 なんだよガンダムの脇物。 7.65。 8モンスターは 7.65。 9マージャン 15.39。 わら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 。地味にバトルドーム多くて笑った。アンケートが終了しました。いやけどあるかもしんないから、ね、バトルドームに入れたわ、うん、わら。あるかも。低い作戦の記載がされてるのですよ。いやもしかしたらあのこれ隠しコマンドでもしかしたらあるかもしれない。うん、ギャンブルとかならあるかもな。え、なにこれ、どうなんのこれ。投げればいいのか。ガンダムデムかもしれないからね。うん、ガンダムだよ、ガンダム。白紙ガンダム。2枚目は。2枚目はちゃんと正規にするよ。2枚目は正規するよ、ちゃんと。効かないよ、呼んでもこだまするだけよ。2枚目バトルドームにしよう。可能性を諦めない主さん、素敵。誰だよこれ。これこれこれ、こっちは聖域だよ、聖域。中ソフトでも良いよ。おい、わらわら。おら。
これでいい、聖域。ね、中ソフトってなんかあるの？中ソフトでなんかできる。これでいい。で、聖域は中ソフト、聖域は置いたらいいんだよね。わらわら、なんかさ、この前置いてもさ、なんか、あ、あれは魔法だったからダメだったのか？ん？なんか置いてもなんか攻撃、制作会社、攻撃されたような気がするんだけど、なんで攻撃されたんだったかな、あれ。そう、これ会社がチューンソフトだから、チューンソフトって書いた。飛び道具は通る、飛び道具は通るんだ。じゃあちょっと行きますね、やわくらう、行きますね。大丈夫か、本当に。ちょっと段取り組もう、ちょっと待ってくれ。段取り組むわ。まず置いた上に乗るだけで直接ダメ食らう。まず置いた上に乗るだけで直接ダメ食らう。うんうん。脳防ぐ。脳防ぐ。入るとまず骸骨窓がいないから。この食らうと燃えるからね。うんうん。初手。もしかしたらもういたらかばってくれるかもしれない。そう、一回ガンダム読んで。一回ガンダム読んで。ランダムって書くのも良いな。ランダムとかあんの？一回ガンダム読んで、ガンダーム、ガンダーム来ねえから、クールタイムに聖域、来ねえ、とりあえずパワーアップ、とりあえず入ったら、入ったらパワーアップ、俺がだって言ってこ入ってガンダム来るよ、入る。あ、そうだ、まだだ、まだだ、次が身代わりで時間稼いでパワーアップでバフかけよう。身代わりで、そっか、時間稼ぐっていうのも必要なんだ。よし。得て。よし。そう、前回これでここもう一歩も動かずにぶち殺されたからね、一回。第32くらいにランクイン。しかしながら、シャイニングフィンガー打ってくれるかもしれない。今日はどんなのなんだろう。骸骨窓がいないから敵の数が少ない。一歩上、一回ガンダム読んで、一回ガンダム読んで、おいガンダムって言ったやつ誰だよ、おいガンダムガンダムって言ったやつ誰だよ。注意、自由の女神突き破って出てきます。俺バトルドームだからヒーローは遅れてやってくる。パワーアップを出てこいよ。読んじゃった。ゼロー、ガンダーム。パワーアップ読んで、あ、危ねえ、ちょっと無駄に動いた。バンダイ製だったら身代わりを、ここは俺の責任だな。振って一徹食べていいかな、もう。ちょっと待とう、ちょっと待って。うわ、いた、あいつだ、ヤモパワーアップ、あいつだ。何あれ、グロい、ひー、あ、いたわ。うわちょっとこれ何、はっ、ランダムって書いていい？ランダム。バトルドームにしよう、そうしよう。で、バトルドーム意味ない。ランダム。一徹食べたい。一徹食べたい。全員を助ける時が来たぞ。これランダム、本当ランダムなんのこれ？これは国士無双一発つもですわ。デビルなら反応するかもしれない。ゼータガンダム。反応しねえよ。こだまするだけ。呼んだらええやん。こだまするだけだ。えい。多分一徹だけでいけるけど。ヘッドか、おじちゃん、プギャー。いや、ちょっとなめっぷはやめよう。なめっぷはやめよう。バトルドームならもしかしたら懲役サイティングくらい言ってくれたかもな。くれねえよ。ガンズムにすべきだったか。くれ、これを置く。で、
鉄戦車を食べる。これで負けたら土下座してな。オッケーオッケー。ついでにボスはダタの強化型雑魚です。そこで読むと思ったんだが、おじちゃんの肉食べた。余裕じゃねえか。はや。余裕じゃねえか。何このあっさり感。ぶっちゃけラスボス弱いから。超余裕じゃん。ダブル。超もう勝っ。一鉄も 1.5 倍。勝っちゃった。ラスいたね。もしかしてこれがガンダムなのかもしれない。身代わりごめん。それボスじゃないわ。これ身代わりの杖振るだけで終わるんだよね。これがガンダムなのかもしれない。拾っとこう。未拡張。言うたらでもその最後のヤーツー、それ柔らか戦車の間違いだろ。俺自身が見えることじゃ。ガンタンクさ一挙。第27くらいにランクインしました。やった行こう行こう行こう。終わったー、クリアできた。わら、やっぱ足のついてるようなやつはダメだな。クリア。ガンタンクエンド。ガンタンクエンド。パチ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 。クリアおめ。ありがとう。パチ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 パパチ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 88。なげえ、わら。やっぱ一鉄あれば余裕だったな。うんうん、一鉄強いね。一鉄超強い。スキップしてマージャンしよ、ニッコニコ。え、ちょ、見してよ、これ。せっかくクリアしたんだから。黄金のコントルじゃん、ジャマイカ。ジャマイカ、それ伝説は本当だ。麻雀お願いな。俺は今まで耐えてきた、うん、ボス倍速じゃないからね。黄金のコンドルじゃないか。ここは室風でじゃないか。おねしょがおねしょが治れますように。あ、猿山だ。そういえば今回貝原先生のとこ行ってないな。おねしょて、わら。ありがとう、わら。うんうん、みんなお願い事しています。願い事して願い事。大将になれますように。ガンダムオンラインで大将になれますように。よしよし、セクロスができますように。してこい。してこい。職が見つかりますように。ハローは行こうか。違う。出てってもしかしてどと？現実味帯びすぎてダメだ。うん、わら、親に心配されませんように。されませんよ。手川風で。黄金のコンド。おじちゃん見て見て。おじちゃん見て見て。アニメ世界にダイブできますように。200円で良いんです。ください。エンディング見たら、寝る？うん、ちょっと、まだ起きてるよ。うん、麻雀勢がね、おるからね。うん、じいちゃんがいつまでも元気でいられます。いい子だなぁ。
よく笑いよく涙。麻雀するの。もしかしたら恋をして生き生きと生きていけますよ。とりあえずエテさんの食リアだいたい3時間くらいやね。そうだね、2時から始めて、まあ2時過ぎだったもんね、始めたのね。2時半とかだった。おつ。3時半、4時半、5時半、3時間ちょい。うん。これは、これせっかくだったら動画に残しときたいな。動画にして YouTube にアップしようかな。杉山さんなんだね。開発監督山盛り骸骨魔王一ターンデスの方が需要ある。山盛り上半。骸骨魔王一旦ですのが重要。山盛り連呼、わら、うん、山盛り上半。やけどこの、まあ、テーブルマウンテンは、まあ、とりあえずクリアできたけど、あれだよね、だから最終的に風雷の試練2ってのはそのいいよ。竹のりじゃね。2ってのはフェイの最終問題が風雷の試練だよね。うん。だから次はちょっとあれだな、フェイの最終問題か、掛け軸 URL 省略か、掛け軸裏のなんとか。放送始まってから30分くらいは雑談してたからちょうど3時間くらいじゃない。うんうん、ね。フェイはまだ早い。フェイはまだ早い。掛け軸から？フェイやんの？ 6 時間かかるよ。フェイってさ、だからトルネコでいうところのさ、なんだ？ブフーと掛け軸クリアしてフェイの問題をオールクリアしないとダメ。ブフーっていうのもあるの？ブフーと掛け軸。掛け軸は聞いたことある。あの貝原の、貝原のところで言ってたから。つまりイベント進めないと無理。外が明るくなってきた。なるほど、ね、同窓会31歳無職で同窓会は行く。マージャン待機中。それだ、それはちょっとあれだな。エテはそれ厳しいな。それエテはちょっとなんかエテだったら いけないな。エテだったらいけないから、それは。うん、それをだから同窓会までに何か探して行こうよ。うん、それが一番ベストだと思うよ。うん、何でもいいから、何でもいいからさ。食、うん、なしが1年未満なら行く。うん、そうだね、理由にもよるしね。うん、流行りの外事系ニートで行こう。ニッコニコ。流行りの外資系ニート。なる、 FX ニートとかね。うん。終わったあかん。押していいかな。専用主札っているかもしれん。スタートボタンでいいの？え、動かないんだけど。同窓会の帰りにやれるよ。31歳バイトならどう？
全部に識別で出るし、アイテム数多いし、ま、かなとりあえず裏でプレイしてアイテムを把握しよ。カフェやるなら、うん、フェイやるなら最後まで、うん、そうだね。あの合成のコントローラー最近触ってねえないいっしょ。合成のイベントとかもやりたいからね。まあとりあえず主人公の名前していかなきゃいけない。それとも試練、今31ってサブプライムショックの世代だよね。みんなショックないよ、うん、試練はそうそう主人公の名前、うん、これってさ、ペリちゃんって出んの？ずっと気になってたんだけど、あのペリちゃんっているの？なんかで、あの飛鳥剣山の実況プレイめっちゃ見てて、あの知ってるんだけど、ペリカンのやつってさ出てくるの？これ風来の試練出ない、出ないのかな。いなさそうだったもんね。けどそうそう、それにイベント進めんとそもそもできないよぜ。うんうんうん、なるほどな。31でサブプライムショックなんすね、うん、31か、うん、バイトいいんじゃない。うん、バイトでも全然。全部見し、うん、なんたって最終問題だし、その前の問題解かないと。わら、うんうんうん、これリセットしないとこのままだよ。だよね、動かないもんね。いや、もうちょっとだけこの画面楽しむわ、もうちょっとだけ。っていうかさ、多分ひとこれさ、一人でやってたらさ、絶対クリアできないと思うんだわ。テーブルマウンテンも裏でやったとき8回ぐらいで死んだからね。のっから、さすがスーファミ。俺のおかげかな。誰だよ、わらわら、誰すか。そのくだり好きだ。エテを返して。誰だよの流れ好きだ。わらわら。目元が黒いミーアンが、今日はベテランプレイヤー少なかったから米頑張ったよ。ありがとうね、ありがとうね、助かりました。神よんぬぞ。これはね、ね、終わったらもうすっきりしないと、うん、延長が有効になっています。延長したくないときはご注意ください。カビ死ぬぞ。ハゲるからハゲちゃうから。ハゲるよりもひどいことになりそう。わら、髪質の問題だな。俺は硬いから大変なことになる。あ、これ取ったらもうやばいよ、本当に。バーなるよ。さっさと顔戻せ、わらわら、うん、ちょっと待って、戻すから。これセットで手の放送だから、うん、始まって1時間くらいアドバイス込め、俺しかおらんかったし、ダブルこの前は結構いたのにね、うん、そうそう。けどまた来てくれてるよ、前に来てくれた人も。あのアイコンの毛根が痛む。アイコンの終了まであと5分になりました。わかるから。
30分延長しました。延長しました。延長に成功しました。F5 キーを押してプレイヤーを更新するように主に教えてあげてください。ちょつーありがとうございます。今度エテとリアルマネーかけて麻雀したいな。勝てんわ。勝てねえよ。ちょつ、そんなセットいらねえ。わらわら。コメビにアイコンって表示されるの？うん。1000点、10円でやるとなかなか面白い。わらわら。される。うん、されるされる。コメビに。うん。ワイルドエテ、わらわら。奇抜じゃない。パンクヘアみたいになってるな、わら。そいつはなかなか興味深い、わら、わらわら。神人、わらわら、わらわら。俺なんも設定してないからなんか設定しようかな、じゃあ。ポルナレフかな。好き好き。10円。うん。ゴールデンボンバーにもこんなのいないぞ。頭に出来の悪いパインか。とりあえずリセット押すか。押します。けどさ、これクリアしたのにさ。あー、ついた。 BGM 切れへんのやな、わら。麻雀は分からんけど、うん、麻雀勢結構いるの？うん、まあ、4人はいるよ、4人。4人はおるよ、今。はい、うん、URL 省略。とりあえず、風雷の試練、テーブルマウンテン攻略、アドバイス、なり、コメントなり、普通にありがとうございました。ありがとうございました。無事クリアできました。はい、そんなにいるんだ、わらわら。まだ、風雷の試練、影軸とか、生放送でクリアしたいと思いますので。試練をスポンジ。その時はよろしくね。すごい回数してるんだな。やった。頑張ってトライレイ目指そう。エテのやつこれだけだよ。5回だけだよ、5回。で、これなんかよくわかんない。ごめん。これエテのやつじゃない。前のデータのやつ。水木ちゃんのやつや、水木ちゃん。まさ194回やってんのにテーブルマウンテンクリアできてないからね。まさと水木のデータ消そうよ。残しとく。まさ194回やってんのにテーブルマウンテンクリアできてないからね。まさ絶対小学2年ぐらいだろ、これ絶対。まさ小2ぐらいだ。水木ちゃん多分中1ぐらいだ。中1と小学2年の兄弟だな、これ。まあ、これいつのデータか分かんないけどね。さあ、フライの試練。水木って男の子最近いるよ。まあ、ワンチャンあるよね。